はい、カルピス大好きユッキーです。今回は、カルピスの、カルピスウォーター、と、現役のこのカルピスの、希釈用。こちらを、まあ、飲み比べていくということで、はい、やっていきたいと思います。よし。まずは普通のカルピスウォーター。噂によるとというよりは、成分自体、メーカーの方で、確認したところ、まあ、そもそもここのね、原材料自体が、違うと、いうことが分かったので、まあ、味は絶対違うとは思うんですよ。ね。まあ、こちら5倍に薄めると。いうことで、まあ、ね、5倍に薄めて、水道水でね、まあ水でも違ってくるとは思うんですけど、あえて、水道水で、いきたいと思います。だから 50cc で、午後25だから250だよね。50cc をこれ入れて、原液 50cc 入れた後に、200cc 入れれば、5倍に薄めたってことだよね。これ正確に測んないと。OKOK。入れるでしょ？最近はマジカルピスとかの乳製品、ピルクルとか、めちゃくちゃハマってんの。しっかりこれを、計算して。きっかり 200cc 200cc の水です。でそこに 50cc の、カルピスの原液、これを入れますね。これで 250cc の、カルピスができたと。でこれよく混ぜます。よく混ぜます。さあ、果たして、どうなるのか。まずは普通のカルピスウォーター、乾杯。まあ、ぶっちゃけて言うとちょっと薄いなって感じするんですよ。カルピスウォーターの原材料名を、言います。原材料名が砂糖類、過去果糖、ブドウ糖、液糖と、砂糖。そして脱脂粉乳と、乳酸菌飲料、酸味料と香料と安定剤、かっこ、大豆多糖類となっております。ではこの原液の方、原材料名が、乳製品乳酸菌飲料、これ原材料名じゃないわ。原材料名が、乳と砂糖と香料と、大豆多糖類。乳と砂糖と香料と大豆
多糖類、この4つしか入ってない。こっちには、砂糖類、加糖ブドウ糖液糖と砂糖と脱脂粉乳と乳酸菌飲料と、酸味料と香料と安定剤。7個も入ってる。全然違う。では問題の、こちらいただきます。あ、味濃い。うん、甘い。うん。あ、甘い。あの、全然違う。あのね、口の中にほら、あの、カルピスとか、あの、ヤクルトとか飲んだとき、あの、口の中にこう、ぬぬい、なんかこう、あの、付着してくんじゃん。あれがこっちの方が全然あるんですよ。うん。まあ、あの正体は確か、なんだったっけな。ちょっと忘れましたけど。特に健康を害する やつとかではない。うん。うん。この、口の中にこの、付着してくる感じ。うん。こっちはね、そんなに付着してこない。うん。舌とかにこう、張り付いてくるような。うん。あ、全然ないですね。だからヤクルトとかたまに嫌いな人いるんですよ。あの口に付着してくるなんかあれが嫌いとかって。だから、そもそも嫌いな人っていうのはカルピスとかヤクルトとかピルクル飲まないんです。つまり、カルピスを買う人っていうのは、そういうのが好きな人なんですよ。口に付着してくるのが好きなんですよ。俺もそうなの。うん。これは断然、こっちの方が美味しいです。間違いない。うん。ああ。はあ。結構違うもんだな。うん。まあいいや。ということで、結果として、カルピスウォーターはこれ飲みやすい。けど、ちょっと薄いなって。こっちで作ったら、美味しいってことが分かりました。ということで、ご視聴ありがとうございました。